はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。前回はですね、いろいろ選択肢をやって終わったと思います。はい、そんなね、アバウトな説明で申し訳ないですが、はい、今回はですね、また就職の誘いのところから戻ってきました。就職の誘いはですね、あと1個で全部終わるので、はい、そこからですね、これはですね、1回断って、で、次の選択肢から始めてます。はい、そこのね、動画はもうすでに上げているので、はい、ここはですね、ここですね、次の選択肢は、はい、次っていうか選んでない選択肢は、これの B です。を選んでないので、選びたいと思います。わかりました。お願いします。僕は腹をくくった。そうか、よう言うてくれた。そうと決まったら善は急げや。うちは実力主義やから学歴なんか関係あらへん。すなつぎはせんでもええ。早速大阪に戻って働いてもらおうか。これで単位を取らなければ、その論文も書かなくていいということね。はい、のはずだった。というわけでですね、はい、次、カットしていきましょうかね、早速。カットカットーン。はい、というわけで進んできました。いや、本当は、就職のところをわざと終わらせて、就職して、で、あ、じゃあフロートチャートの、じゃあ、ちょっとバーっていこう、第何章から始めればいいかと思ったら、7章で終わったんで、7章までしかなかったんですよね。残念と思って、はい、進めてきました。もう、ひたすら A 連打で、もう選択肢多分全部 A じゃないかな、ぐらいな感じで、やってきました。はい。まあでもね、ここまでのね、選択肢もだいぶってかもう終わってると思うんですよ。はい。多分、あと本当に正解ルートかなんかのところと、決死隊のところが埋まってないんじゃないかな、とか思うんで、はい。今回からはね、多分正解ルートの方に行くかなと思います。はい、というわけで行きましょうかね。まずはここですね。犯人はもっと前からペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろうか。そしてゆっくり時間をかけて田中さんの体を切断した。そう考えないと人間はあんな風にバラバラにできないこと、できたことの説明がつかない。それとも何か方法があるんだろうか。窓の割れる音がしてから、僕たちが駆けつけるまでのあんな短い間で、死体を処理する方法が。これはですね、A 行きましょうかね。全部 B、C 終わったんで、できるわけがない。きっと犯人はずっと以前からペンションに入り込んでいたに違いない。では一体いつ、どこから、どうやって誰にも気づかれずペンションの中に入り込むができたんだろう。戸締まりがきちんとしていた以上、入れたのは正面入り口と乾燥室の出入り口しか考えられない。でもそこからだと必ず誰かの目に留まったはずだ。それにたとえ客の全てが奥にいたとしても、少なくとも小林さんには人の出入りが分かるようになっている。とすると突拍子なね、ところができてきましたが、まあ、とりあえずこれは C ですよね、正解は多分。はい。でも、これは選ばないで A 行きましょうかね。地下だ！地下から穴を掘って地下室に侵入したんだ！地下室だ！僕は立ち上がった。何を突然、地下室がどうかしたの？マリが驚いて尋ねる。ですよね。犯人の侵入経路が分かったんだよ。地下室だよ。地下道を掘って地下室へ侵入したんだ。地下室だって？しかし、地下に通じる扉にはこちら側から鍵がかけてあるぞ。たとえ地下のワイン蔵に侵入できたとしてもこちらへは入ってこれない。小林さんが反応する。でも、ワイン蔵の鍵なんて古いタイプの鍵でしょ？ん？棒にデコボコをつけただけみたいな。ちょっとした技術があるやつならヘアピンなんかで開けちゃうんじゃないですか？もちろん僕にはできないが、できる人間がいるのは確かだろう。確かにそうし、相対した鍵はついけちゃいないが、とにかく調べましょう。僕が言うと、小林さんもしぶしぶ同意してくれた。地下室で通じる鍵の、扉の鍵を小林さんが開けると、僕は暗い階段を覗き込んだ。なんだか少し湿った冷気が立ち上ってくるような気がする。小林さんが壁のスイッチに触れると、下の明かりが灯る。言い出した僕が先に降りないわけは、にはいかない。びっくりした。ごくりと、唾を飲み込み、一歩ずつ、階段を降りていく。ワイングラと言った、ってワインの香りがするわけではなく、古本屋のような匂いだった。階段を下まで降りると、裸電球の、カンカンでいいのかなこれ。サムサムとした、明かりの中、埃にまみれたワイングラがいくつも、ワイン棚がいくつも、並んでいるのが見えた。この壁のどこかに穴が開いてるんですよ。
僕は後ろから降りてきた小林さんたちに向けて言った。ここに穴が。小林さんはぐるりと首を巡らせて疑っているような声で言った。手分けして調べましょう。僕は右側から回りますから、小林さんは左からお願いします。後ろからついてきたマリア、加山さんたちは階段の下でじっと片つばを飲んでいる。どうやら僕たちが調べるのを見守っていることにしたようだ。僕は木の板の壁を拳でゴンゴンと叩きながら上から下まで慎重に調べて回った。半分回って一番奥まで来たところで小林さんが不思議げんそうな顔をして立っていた。何かあったかい。小林さんの方は彼は黙って首を振る。そんなはずは。ちゃんと調べたんでしょうね。信じられないなら自分で調べたらいい。小林さんはちょっとムッとした様子で言い返す。小林さんを信用しないわけではないが、僕は調べずにはいられなかった。さっきよりも慎重に壁を叩いて、不審な切れ目や変な音のする箇所がないか調べて回った。階段のところまで戻ってきて、もう一度僕は一周して調べた。おかしな点は何もなかった。そんな、僕は信じられない思いで佇んでいた。やっぱり誰も外から侵入することはできなかった。そういうことなのか。となると、やっぱり犯人は僕たちの中の誰か以外考えられないではないか。しかし、僕たちは犯行時には全員談話室にいた。みんなはブツブツと僕への文句らしきものをつぶやきながら談話室に引き上げた。小林さんやマリも非難の視線を向けてくる。すっかり冷めてしまったコーヒーを京子さんがまた入れ直してくれるのを僕を恐縮させた。再び京子さんが戻ってきてみんなにコーヒーを継ぎ始める。その頃には僕もなんとか気を取り戻すことができていた。待てよ、あの窓が割れた時全員談話室にいたわけではなかった。僕は突然そのことに気がついた。隣で熱いコーヒーを美味しそうに飲んでいる男。というわけでですね、はい、ここまで来ましたので一旦カットします。はい、というわけで進めてきました。ここはですね、決死隊ですね、雪の中を探して迷子になって進むか進まないかみたいな感じですね。で、さらに進むことにしたを選んで前回は見つかったんですよね。じゃあ元に戻った方がいいと思ったにしましょうかね。元に戻った方がいいと思った。来たと思われる方向へ走るような速度で戻った。しかし相当進んだと思われるのにペンションは影も形も見えなかった。僕はこれか、どっちにしようかな。じゃあどんどん進むことにしたにしましょうかね。はい。突然頭に殴られたような衝撃があり、僕は後ろ様に雪の中に倒れていた。柔らかな羽毛布の中に沈み込んでいくような感じ、冷たいような温かいような奇妙な感じだった。その時誰かの叫び声が聞こえなかったら僕はそのまま眠り込んでいったかもしれない。トール君、こっちで早く来てくれ。小林さんの呼び声がつんざくような風の隙間を縫って僕の耳に届いた。僕はもがき転がり、やっとの思いで、へえ、あれ、ここに続くんですね。あ、じゃあそのまま脳天にズキンと痛みが走る。じゃあここはもう見ましたね。というわけでね、一旦切りまーす。はい、というわけで戻ってきました。ですね、決死隊が終わってからは、もう A 連打でやってたら、もう選択肢間違えて、で、はい、本当はね、ミッキーに殺してもらおうと思ったんですけど、全然間違えて思って、正解ルート選んじゃって、正解ルートっていうか、まあ、長引くルート選んじゃって、はい、そのままやっちゃって、はい、今度はね、マリに死んでもらいました。マリごめんなみたいな、はい、感じで終わって戻ってきました。というわけでですね、ここは次は A を選んだので B 行きたいと思います。犯人は中に入ることなく、外から田中さんを殺したのだ。自分で言うと笑えてくる。推理小説で言う。もう、なんかね、ほんま難しいこと言うよね、トール君。殺人っていう、確かにそうやけど、いや、離れたところにいる人間をバラバラにできるんだろうってね、遠隔殺人でしょ。
いや、難しすぎるでしょう。必死で考えた。いや、そんな必死で考えても無理やろ。そう、窓は開いていた。窓辺に立っている田中さんを離れたとこからバラバラにするような武器。そうだ、レーザー光線だ。ウケる。この絵よ。超、なんか、昔の発想みたいな。レーザーメスというのは、もう何年も前から実用化されていた。ピカーンみたいな。それの遥かに、高性能なものが、ひそかに開発されていたとしてもおかしくない。いや、その、もし開発されてたとしても、いや、そんなね、一般人が手に入れれるわけがないやろ、みたいな。やっぱりおかしいから、です。そうです、そうです。常識的に考えて、そんな大層の武器をわざわざこんなところで使うとは思えない。ですよね。それに、もし使ったとしても、壁か何かに、痕跡が残っているはずだろう。そうです。ではやっぱり犯人は建物の中に入ったのか。しかし中に入る方法はない。つまり犯人は僕たちの中にあることというわけだ。待てよ、バンドが割れた時、あの時談話室にいなかった人が一人だけいた。はい、というわけでですね、何回ここで切んねんって感じですけど、切りましょうかね。はい、というわけでカットカット。はい、戻ってきました。というわけでですね、行きましょうかね。決死隊戻ってきたというか進めてきましたね。決死隊のさっきはね、A を選んだんですが、今回は B 選びたいと思います。やっぱり反対側のような気がした。これでですね、決死隊のところの選択肢も全部終わりましたね。よかった。やったね。はい、もうどうしていいかわからなかった。延々と言われる間、雪の中をさまよい続けた。その時、遠くから声が聞こえたような気がして、立ち止まり耳を澄ました。くん、通る。誰かが僕を呼んでいる。しかしどこから聞こえてくるのか、まるでわからなかった。ここです。どこにいるんですか？トール君。なんとか方向を見、見当がついた。深い雪の中に歩くの、それだけ重労働だ。手足がしびれるほど寒いのに、もう背中には汗をかき始め、息が上がっている。はい、というわけでですね、こうなりましたので、カットしたいと思います。カットカットー。はい、戻ってきました。というわけでね、湧き上がる疑惑からやっていきたいと思います。というわけで、進めて、ここですね。今回は C の正面から入ってきたが誰にも見えなかったのだ。選びます。そうか、僕には真相が見えた。犯人は透明人間だったなどというつもりはない。犯人の姿ははっきりと僕たちに見えていた。にもかかわらず心理的な近くに入っていたのだ。どうしたの？鳩が豆鉄砲を食らうみたいな顔して、マリが僕の方を見て笑う。それを言うなら豆鉄砲だろ。はい、すいません、水鉄砲でしたね。いいじゃないの、どっちでも。それで、一体どうしたのよ？真相が分かったんだ。バラバラ殺人の犯人がね。全員、きくりとした様子でこちらを見る。本当かね？小林さんも驚いている。犯人って、まさか、私たちの知っている人の中に犯人がいるって言うんじゃないでしょうね。真相、ちゃうわ、ごめんなさい。マリは恐る恐る尋ねた。残念だけど、そういうことになる。そんな。僕は言った。これはですね、まあ、順当に進んでいきましょうね。犯人は僕だ。え？全員がアングリと口を上げた。驚いて何も言えないといった表情だ。そりゃそうだろう。言った本人の僕だって驚いているんだ。驚くな、驚くな。トール、あなた、一体、本当なの？だとしたらなぜ？そんなに、それにどうやって、いつ？マリが言葉を使え聞いている。来る。さあ。さあって、君。小林さんがいぶかしげに僕を見る。君がやったんとちゃうんかいな。イライラした口ぶりでこちらを睨む。今君、犯人は自分だって言ったよな。俊夫さんが念を押す。いやだから、僕はがゴロゴロしていると香山さんがギロリと睨む。だからなんやねんな、男やったらはっきりしいな。はあ、なんで自分が犯人だなんて言ってしまったんだろう。とにかくここはなんとかごまかさないと本当に犯人にされちゃうな。叶わない。いや、ですから僕はこう言いたかったんです。いいですか？僕は咳払いをした。犯人は僕だ。ということだけは、まずありえない。と。全員はずっこくて、おいおいなんやねんな、それは。ややこしいこと言うなよな。マリー、こんな男をフィアンセにするのはやめなさい。元からフィアンセなんかじゃないわよ。ボロカスだ。僕は大声でみんなに言った。その後本当の犯人の名前を続けるつもりだったんですよ。それを皆さんが勝手に早合点したんじゃないですか。ほな、ほんまの犯人は誰やねんな。それは、ここでなんとか名誉挽回しないと、僕は言った。音が関わった。犯人は
マリ、君だ。マリは驚いて僕を見た。トリ、それ本気で言ってるの？すごい軽装で睨んでいる。え、あ、う、僕がしどろもどろになっているとマリの雷が落ちた。そんなはずないでしょ、私たちずっと一緒にいたじゃないの。そうでした、すみません、撤回します。僕はあっさりと自分の推理を引っ込めた。でたらめ言うのなら黙っててよね。今度は本気、本気で推理したから。じゃ誰よ。いやいや、本当の犯人は、僕は言った。犯人は当然僕でもなければマリでもなく、これはね、どうしましょうかね。いや、前の動画っていうか、まあおまけ、前の前でしたっけね、おまけにも言った通りに、まだ使ってない名前もいろいろあるので、それも試したいなと思うんですけど、まあそれはね、まあおいおいでいきましょうかね。じゃあミッキーでいきましょうかね。ミッキー、三木本、犯人は三木本さんだ。僕はきっぱりと言い切った。三木本さん、三木本さんですって。三木本さんはここに到着してからほとんど談話室にいたのよ。マリがすぐに反論してくる。2階に上がったのは確か。マリは少し上を見上げるようなポーズで記憶を探った。そう、荷物を聞く、あ、じゃあごめんなさい、荷物を置く間だけだから2分とかからなかったはずよ。一体どうやってそんな時間で田中さんを殺し、その死体をバラバラにするなんてことができるっていうの。マリはえらく三木本さんの味方をする。もしや彼に気があるのではなどと、僕はいらぬ想像をしつつ、僕は言った。どうしようかな、どうしようどうしようどうしよう。まあ多分 A はまあ普通に正解ルートだと思うんですよね。まあでも今回は間違いルートでいきましょうか。三木本さんが実はもっと早く到着していたとしたら、田中さんをバラバラにするのも可能になる。僕はそう言ってミッキーを見つめた。彼もまっすぐ見つめ返してくる。その視線の間に割り込むようにマリが聞き返してくる。もっと早く、じゃあ夕食後すぐ田中さんの部屋に窓から忍び込んで時間をかけて死体をバラバラにしたっていうこと。そうさ。ちょっと待ってくれないか、小林さんが口を挟んだ。君は彼が夕食後に電話をかけてきたことを忘れてるよ。いいかい、彼は外からここに電話をかけてきたんだよ。君の推理によると2階で死体をバラバラにしていたはずの時間にね。しまった、そのことは忘れていた。おい、それはですね、あれですよ、携帯電話を使ったんですよ。ダメだよ、携帯電話はこの辺りじゃ使えないと言っただろう。それに近くには民家もなければ公衆電話もない。死体をバラバラにして街と往復するには時間が足りない。これはダメだ、やっぱりいい加減なことを言うものではない。いい加減なんかい。僕はしばらく黙っていたが、このままではいけないと思い、ソファーを降りて床に手をついた。三木本さん、すいません、大した根拠もないのに犯人呼ばわりなんかして、なんて言って謝ったらいいのか。少し大げさすぎたのかもしれない。三木本さんは逆に慌てた様子だった。いや、いいんだよ、こんな状況じゃお互いを疑い合うのも当然だ。よく知らない人間の方が怪しく見えるだろうしね。気になんかしてないよ、全く気にしてないことはないだろうが。そう言ってくれたので僕もほっとした。まあもともと僕は友達でもなかったわけだから、犯人呼ばわりされてもさほどショックは受けなかっただろう。これからはもう少し慎重に行動しなければならないと反省した。そうだ、ここにいる人たちはみんな虫も殺せないような人たちだ。こんな人たちを疑うなんてどうかしてた。やはり犯人は外に逃げたのだ。ここにいる人間とは何も関係ない、根っからの犯罪者に違いない。そう、多分殺された田中さんもきっとヤクザか何かだったのだ。そして別のヤクザに殺された。僕は無理でもそんな風に思い込もうとした。突然小林さんがバッと立ち上がった。どうかしましたか、僕は尋ねた。外を調べてくる。はい、というわけでですね、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、村正です。ここから先はおまけ動画になるので、はい、ここ、おまけ動画になるので、画面は真っ暗ですのでお気をつけください。それでおまけ動画を見ない方はここまででお疲れ様です。はい、というわけで早速実況じゃねえ、ごめんなさい、おまけ動画の方に行きたいと思います。まずはですね、漢字の読み方訂正ですね。
すいません、ですね、正解ルートの方に行った時、地下室に調べに行った時ですね、はい、カンカンとか読んでたやつはサムザムです、はい、ちゃんとね読んでたんですけど、その次に、はい、まあでも一応ね補正っていうかね、あの訂正しておきます。サムザムです、ここは。すいませんでした。はい、でそのまま先読み進めてから、はい、あれね、カタツバって読んじゃったものがあるんですけど、あれはカタツです。すいません、本当になんかもう なんでカタツバって読んだか自分でも分かんないぐらいなんですけど、はい、あれはカタツです、ごめんなさい。それとなんだっけな、あとサムザムとカタツと、あとあの遠隔殺人のところあるじゃないですか、あれ遠隔殺人って読んだんですけど、その前に登録難しいこと言うなって言ったと思うんですけど、あれはですね、漢字が難しいとかじゃなくって、登録君が考えていることが難しいこと考えてるねっていう風なツッコミをしたんですよ、本当は。はい、それをねちょっとこっちあのおまけ動画になってしまうんですけど、こちらで訂正させていただきます。はい、そこはね、はい、分かっておいてほしいなと思いました。はい、遠隔殺人が読み方が難しいとかじゃなくって、トール君の考えてることが難しいこと考えてるねっていうことなので、はい、そこはねお願いします。というわけでですね、ここ、はい、漢字のね読み方は終わって、次は動画に関してですが、はい、動画の関してはですね、やっとですね消したいから下がとりあえず終わりました。全部埋まったと思います。はい、それとですね、湧き上がる疑惑から上も全部埋まりましたね。多分湧き上がる疑惑が残りです。あとあれを全部埋めたら、とりあえずミステリー編は終わろうっていうか終わりだと思います。はい、あとは、ミステリー編の推理で人全員名前使えばいいかなぐらいですね。まあ名前使うですね、使う動画も作りましょうか。うん、そうしようそうしよう、よし、それもねおいおい作っていこうと思います。まあそれはまあおいおいですね、ごめんなさい。あとは次回からはもう正解ルートの方に突っ込んでいくだけかなと思うんですけど、まあもし間違いルートもあったら、まあそれも取っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、こんな感じかな多分。まあもし抜けてる選択肢があったら、まあ気づいた方は教えてください。はい、そこをね取らせていただくので、はい、多分抜けてるところはないかな。まあでも皆さんね同じように付き合ってくださってる方は、あもうなんかカットカットでどこ選んでどこ選んでないかなんて分からんわみたいな感じになると思うんですけど、はい、まあそこはね、まあもし気づいたらでいいんで、はい、教えていただけると幸いですということですね。はい、いやーでもね30までには終われるかなって思います。でも今26か7まで出してるんですよね。6か7どこまででしたっけね、どっちやったっけな、ちょっと忘れたんですけど、はい、そこはねまあいっか、まあでも30までには終われるかな。であとあのトゥルーエンドみたいな感じのやつの後ろに、いや今のところ喋ろうずの話をつけないでおこうかなと思ってるんですけど、まあでもまあ、ちょっといろいろ喋りたいなと思いつつ、多分つけると思うな。まあでもトゥルーエンドで終わったらちょっとスッキリするかなって思いつつね、まあそこら辺はいろいろ考えてます。というわけでですね、この動画のお話も終わりたいと思います。はい、ではでは次はね少しリアルのお話をしようかなと思います。ではでは曲チェンジといきましょうかね。今回の曲はこちら。まあいきなり締めっぽいのとか思わないでくださいね。まあでも今の村正の心境的には合ってる曲です。はい、ここ数日ね村正はすごくテンションが下がってました。まあとはいえ動画にはね影響ないようにはしてると思うんですが、はい、そこでね軽く出てたらごめんなさいって感じなんですけど、はい、それでそのねテンション下がってるっていう風にアメブロの方で書いたんですよ。はい、FC2 の方ではねほとんど動画の更新しか書いてないんであれなんですけど、アメンバーっていうかね、アメンバー記事、そうですね、限定記事でブログの方に書いたら、ブログ見てくださってる方やアメンバーのね申請してくださってる方がコメントくれたりメッセージ、まあコメントっていうかメッセージですね、メッセージをくれたりですね、
本当にいっぱいね感謝します。はい、もう感謝しますっていうか、もう本当に見ててもうめっちゃうるうるきて、それでうわめっちゃ自分って改めてこうやっていろんな人に支えられて今あるっていう風にね思い返しました。うん、とっても大事な人たちですね。やっぱりこういう風に支えてくださってる方、見てくださってる方、やっぱりいろんな人たちとね出会ってきて今があるんで、うん、やっぱりこういう風にね出会ってきた人たちとは仲良くねこれからも、でなおかつ大切にねしていきたいと思います。はい、いやもう本当に落ち込んでるのにね、うん、気を使ってねメッセージくれたりいろいろしてくださったり本当にありがとうございます。皆様のおかげでね、はい、徐々に元気になってきているので、はい、これからも動画ね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、本当にありがとうございます。これからもね一緒に頑張っていきましょうね。はい、一緒に頑張っていこうねとか、なんか意味わかんないけどでもね、はい、本当に本当に感謝します。もうね初期の方からね見てくださってる方からもねメッセージをいただいて、本当にねもううわーマジ感動やと思って一人でうるうるしてて、まあでも、うん、まあかまいたちの夜のねおまけ動画につけていいんかなとも思ったんですけど、でもまあね、うん、いろんなことを喋るね喋ろうずのコーナーなんで入れちゃいました。はい、まあこれまたね長くなっちゃうんですけど、まあねいっかまあでも本当にね感謝感謝で、まあ、こんなやつですが、これからもね皆さんよろしくお願いします。はい、というわけでですね今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ねここまで長くなりましたがお付き合いありがとうございました。またまた次回お会いいたしましょうね。はい、ではではお疲れ様でした。ここまでねご視聴してくださりありがとうございました。バイバーイ。